ちょっと待ってね、あずさちゃん。ここどこかを調べてみるね。どこここ <laughs> 自分の位置が現在地どこみたいな感じで抱えてくれればいいのにな。わからんのよ。<laughs> ここどこだかわからんのよ。鏡があるわ。調べれんのか。鏡って割と調べれるポイントだと思うんやけどな。ハテナどこに反応したんや、これ。ハテナ、あ、ライトか ?206 号室。あ、206号室。 マップの方に書いとおうかな、マル六号室。書いてない <laughs> 書いてないやんけマップだったらここは何万のマルゴーシックスみたいな書いとるもんかなと思っとったら書いてないわ使えねえなくしくしょ何反応してるこれ。扉違うな。あ、二マル七号室。だからさ、書いてないんよ、マップの方に。マップの方に書いてないんあ <laughs> うん、208号室。相変わらずですね。お役のそういうところ、相変わらずですね。えー、っと、ここ。これは何ホテル2階のフロアマップ。あ、そもそもこれすか。2階やけ ?1 階のマップに変え、どっことかできるわけなかったか、そもそも。2階のやつ。あ、ようやくわかったわ、これ。ようやくわかったね、これ。どこがどこに、自分がどこにおるかっていうのが、ようやく。 わあちょっと待って、いきない出てくん <laughs> あ、そういう感じで出てくるんじゃい、いつも。いつも、いつも。ここ出ていくおい、入れよー入れよー入ってくれー入ったー隠れろよっしゃ、これはいける。あ、おい,いけん、いけん、いけん、いけん全然いけんかった全然いけんかったどっか入れるとこないここ。えっ、ー、と、じゃあここか。いや、あかんだろ。 見つ <laughs> かっとるだろう、お前 <laughs> さっきもそうだったけどさ、入るとこ見えとうだろう、お前 <laughs> さては、この豚は、目視力悪いな。ふふふ。はい、おパンツ見てください、皆さん。おパンツタイムです。目に焼き付けてください。<laughs> オッケー。ふふふふ。トッサで来てしまうたけどさ、ここ。さっきここ調べれば熱田さん、ごめん。せっかく来たからには、ちょっと調べたんだってた。 ええと、ハテナがどこに反応するか。椅子か違う。あ、テレビあ、テレビ結局電源つかんで終わりそうやけんな。まあ、ちょっと調べれてるだけ調べて、まあ、そうでしょうねって感じ。他に何もあるわけでもなく。一緒か。ええー、と、あとは、これ。なこれ。あ、手紙また来た。二枚目じゃ。箱入りむす、え箱には入った人形の話 娘が箱に入った人形のようなものをどこから持って、持って帰ってきた。この人形、生地できているようなんだが大、大変気味が悪い。どこから持ってきたのだろうお持ち帰りリ竜ウレナじゃ。そうかこの娘って竜ウレナだったんじゃ。無理心中で、ええ、ホテルのオーナーやってたお父さん。無理心中で亡くなったって、もしかして日沢、ひなずじざ、ひなみざま症候群か ひなみざわし超かそれ発祥した件こういう感じになったんかちょっと話繋がってきたで。おい。<laughs> 話繋がってきたな。ひなみざわし超あ、そういえばこれ、田舎が舞台やったな、これ。メリーコーランド。なるほど。これひなみざわの話だったんじゃ。現代のひなみざわの話だったんか、これ。これ実は日暮らしのナックロニーの続編だったんか、このゲーム。<laughs> ああなるほどね。204号室に飛び込んだんじゃ。あ、なるほどね。角部屋っていうところは201号室かな。あずにゃんがかわそうやけん、俺行ってあげる。なるほど、このゲームさ。 あ、ここか、角部屋。やっぱりこのゲームさ、突然的出てくるゲームなんやな、青鬼みたいに。これさ、これさ、電話かけずにいきなりさ、ドアドン,ドン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 って叩いてみたら、ヒーって悲鳴あげてくれるんかな。俺だったら、そういうことで悲鳴聞きたかったな。<laughs>

どんだけ冷静でおられるんや、この顔 <laughs>。冷や汗一つないもんな。そこに対して、あずにゃんはこの顔である <laughs>。ああ、谷間みおちゃんにも谷間があるんだね。おう、お前ら結構そういうところで男の目を引きつけてるんだろうか。おっとなんだ、何の音だおいおい、心配させんなよ。

やべえところに入ったな、アンさん。弱気になってるな、オズニャンにゃ。俺がよそばにいたら、よしよし、なでなで,で、うっふうウッ,フフッ,ウッってやるのにな。なんで俺、このゲームにおらんかったんやろうな。 なんで俺この3人についていかんかったんだろうな多分今、家でエープクスレジェンズやってるわ。このゲーム登場人物だったら。なんで俺この3人に誘われたときついていかんかったんだろうなまあ、このゲームに出とっても、絶対の3人と接点ててないだろうな。ただのクラスメイト A ぐらいにしかならんだろうな。<laughs> よっしゃ、隣の部屋ね。了解。しまってんのかい入れんのかーい なんかないかなこれをどうにかしなあかんだだろこのガレキ。そりゃ女の子じゃ無理だ。えっ、ー、と、な、何がはてな反応した今。青がついたけど。これか。何これあ鍵あ !206 号室の鍵。206号室って隣もしかして。じゃなかったわ。ああ、そううまくいきまへんな。そううまくいきまへんな。<laughs> これですぐ隣のやつだったらさ、ザルか。 そりゃざるか <laughs> えっと206号室ってどこになるんだろう三河2番、う、目、ん。ってことはだここかあれここん鍵使って今開けた今。どういうこと え、ここ、さっきから開いてなかったっけ <laughs> え ?206 号室の鍵をな、俺が手に入れたんで。え <laughs> え、わざわざ鍵いる開いてなかったっけこれさっきから。あれ <laughs> あれここって入らんかったっけって。あれ <laughs> 俺の記憶がよくわからん感じ。まあいいや。 あんま深いことは考えないタイプ。えー、っとね、じゃあ、電話があるんで、セーブですね。接続,す接続できるんだったら、助け呼べばいいのにって思うやな、今黒 <laughs> <laughs> そうはいかんのかな。誰 <laughs> かに助け呼びに来てもらえば、いいんじゃないかなって思うやけどな、ダメなのかな。手紙。あ、ここ初見やな、どう考えても。だったら鍵閉まっとったけど、鍵開けるガチャっていう工程無視しとやな、これ多分。 蓄光塗料って何な蓄光塗料読みにくいな。俺、カツ悪ワリ噛みそうな名前やな。206号室に蓄光塗料のペンで落書きがされていました。お客様のいたずらだとは思うのですが、戦争の時改めて確認してもらえると嬉しいです。早いもののおもちゃですが、厄介です。これ以上のいたずらが増えなければいいのですが、え、なんかあるんだろうか 蓄光塗料だから何蓄光塗料ってつまり光を貯めるから電気消した時に光るみたいなやつじゃなかったっけだからなんな、うんなんかあるんかなそういうギミックがおーっとのみのみを手に入れたこれで弓を詰めるのかのみってさ 何のために使う道具なもともとって。俺分からんねやがな、そういう。娘との思い出。娘を連れてファンタジーランドへ来た。久々に本気ではしゃく、娘の笑顔を見られた気がする。普段、忙しすぎて、全然構ってあげられていない。学童に預けっぱなしで、遊び場所は土日のホテル。娘と遊んでくれている従業員にも、娘にも、も本当に申し訳ない限りだ。娘思いのお父さんだったよな。 そんな人が、ホテルが台無しになってしまって、頑張っていたのにってことで、現実を受け止められずに、自決を決意したってことか。ええー、と、これはあ、テレビじゃ。結局テレビか。まあ、電源つけてみるけどつかんだろこれ、いつかつくときかあるんかなあベニヤ板空気ベニヤ板。 なんか空気を抜く動画欲しいってことか。けどこれはのみじゃないなぁ。うん。うんいけるんじゃのみでいけるもんなんじゃ茎抜くんってアホなんじゃ知らんかったのみでこういう使い方するの違うな。しかし、金庫。4桁、パスワード。4桁かぁ。ここまででなんか、あーもしかして蛍光塗料ってなんか4桁関係あるんかなぁ。 待って。おお四桁関係なかったわ。四桁の数字出くんかなと思っと。おおそこは蛍光塗料関係ないやろ、お前。<laughs> 見えちゃいかんものが見えてしまったわ。びっくりした。あの豚の化け物ノ出てくるかと思ったわ。なんだったんや。 これ見せられて何なんだいたずらやな、確かに。怖いな、確かに、これ。知らずにここ止まった人怖がるだろうな。ああ待って待ってそっから来たらまずい死ぬー逃げれんだろう、それは <laughs> <laughs> あ、前から戻させてくれるんじゃ、やらせてくれるんじゃ。親切設計すぎる。 しかし、手カミンが拾う前の話に戻っている。探索し直し。わかった。出てきたらすぐにさ、奥のところに。ここで待機やな。来ないな。ちょっとこっちに行って電話鳴らさんかったらイベント大きい感じだったんか。ちゃう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 って、あランダムエンカウントだったんだ今。もしかして。 イベント出てきたんじゃなくて、ランダム出てきたんあ、今の。ランダムでこんなところ出てこられたら困るわ。だって逃げ道ないもん <laughs> 隠れる場所なかったやん今。<laughs> あんな出てきてから来たらされたらさ。いつやがここってさ、もうこっち隠れる場所ないもんな。あ、そんなランダムありダメだろ、それ。いや <laughs>、マジかよ。えー、っと、何やったっけ釘じゃ。釘抜いてさ。 やってなかったやる前に戻っとったもんなパスワードの話しかしパスワード4桁が分からん、うん、もう一回 ASM 速上書きで入れろよっしたこれは何の屋なんだろう結局あっマジ、ま <laughs> どうすればいいんすかいってーえもしかしてこれ、あ、電話がないようだしさ、絶対電話出るパターンのやつやな。あれ来ゃ電話あかわせーあ、かわせるんじゃ振り下ろした時に触っても別に問題ないんじゃ、ここ隠れる無理ですね。<laughs> <laughs> それ、さすがに見つかっとるわって話になるか。えっ、ー、と、ここ いや、絶対ざるだわ、これ。3回目や。3回目やな、これ。3回目の正直か、OK よ、ま、的には。OK。なるほど。振り下ろしたタイミングで横を通れるんやな、このゲーム。OK。振り下ろさせて、カバーして、その間に横通り抜けるって作戦が使えるわけじゃ。よっしゃ。いいこと知った。OK、OK。えーと、じゃあ。 どうすればいいんだろうな <laughs> 今のは完全にさイベント的な感じで絶対に怒る的なやつだったんかなぜ電話なったんだろうなこれの意味がわからんなこの絵のぐちゃぐちゃってされとる人間が何人かおるぐらいの あれなんかぐちゃぐちゃってされてる人間かこれ。あれなんか、気のせいかさ、この、左上あのー、みおちゃんの左上にあ、え、みおちゃんやっけこれ <laughs>。みおちゃんか。みおちゃんの左上の頭のこのさ、ぐちゃぐちゃはさ、なんかならって見えるんようななんか知らんけど、気のせいかね。気のせいだな。<laughs> なんか数字に関係あるんかなこれ。4桁のパスワードに。ないか <laughs> 考えすぎか考えすぎかな ?4 桁はここじゃないんかなここ関係ないんかな雑誌があるな。よう見たら。まあ、で別になもんはあるわけでもなく。ここはトイレタイム。パンティータイムだな、パンティータイムはもう別にいいんじゃん。パンティータイム、きたわそのパンティータイムさ、何回も何回もしょったらさ、パンティーの価値下がるからな。 パンティー、パンティーであってパンティーだからな、お前。<laughs> ええとね。じゃあどうすればいいえーと、そもそも今どこおるんやったっけ <laughs> ちょくちょく位置が分からんようにやるからな。みおちゃんほたらかして3階に行ったらどうなるんこれ。<laughs> あー、みおちゃんほたらかして3階っていう発想ない電話だなったら来るんかもしかして、このゲーム。おおやっぱりなるほど 電話がったら来たっていう合図なんじゃ。ここでカバーして、その間に横通り抜ければいい。オッケークローゲームの攻略法分かったわ。で、中入って、ここ隠れればいいと。絶対隠れれたらもうそこでセーフって確定なんやな。ガバガバやな。<laughs> 意外と簡単なゲームだったな。焦らう必要はない感じやけど、 さて定期的にこれが起きるってことでプレッシャーはかかるわけなそういうゲームなまだ、あ、探索してない部屋たくさんあるだろうそれにしたって一個ずつ見ていこう冷静にえ冷静にはいいけどここ見たからな<笑><笑>見とるからな <laughs> 見てない部屋ってなんかあるかあと廊下もわりとちゃんとは見てない気がする ここにあるな。あ、それは別にいいよ。ここ見たかこの部屋見たか見たかの前に入れんのかえー、っと、ここ、アズニャンがおるところ、アズニャンの隣の部屋って見たっけ結局。あ、そもそも鍵が閉まっとんか。そうじゃそうじゃ鍵閉まっとんじゃここ鍵どうにか開けて入れんかっていうのがもう今の問題なやな。 そうだったな。<laughs> ここは何だったっけ資料室リネ、リネン室か。あー、布団とかたくさん置いとる部屋やな。ここ電気。電気つけれるんなんわけないだろうな。<laughs> これはいろんなものがあるけど、別に、特になんかあったわけじゃない。えーと、ここはんもない。 ふむ、これはロッカー。掃除ヨーグルト用のロッカー。おっと、ハンマーじゃ、これで、ね、あの豚叩き割れんかなあの豚の、ああ、頭叩き割れんかなこれは開かない。とりあえず、ハンマーっていうものをね、手に入ったってことで、収穫はあったわけだ。 この部屋そんなによく見たっけなよく見えてないかもしれんわ。逃げるんで必死でさ。<laughs> とりあえず逃げるんで必死でとりあえず飛び込んだとこ,こだったもんな。よく見えてなかったよう、ね、な気がする。テレビはまあ見たところで電源が使うはずやし。ただその下側に何かあった時があるもんな。今回は何もなかったけど。えー、っと。お、何かあるね。ここ何かあるだろ。う。何かありそう。これだいたい何か一個あるよ。 わ、ないんかい。ないんかい、今回は。ないんかいって、ここ拾ったかなこの文拾ったっけ <laughs> 記憶力曖昧な人間やけんな。こんな感じやよ <laughs>。えっとね。あ絵調べたくないあし、絵、えー、じゃないんか。絵 <laughs> は別に調べることないんじゃ。そう。 あ、来た来いや前でやるけ来い来い来いやちょうど入り口が。オッケーパンティータイムオッケー <laughs> 泣いてきた。焦らずいけるな、これは。割と結構出てくる頻度そこそこあるような気がするけどな。 な、これ。あれああこんなところにあーここに隠れとったんだよ。なんかこんな変な橋の方を調べれるとこがあるなと思っとったら、あなるほど。気づく人は気づく。ここなんでここだけなんか妙に空白あるんだろうってう感じか。なるほどね。そこに気づいとった人だったらすぐにあれってなるんやなあ。もしくはちゃんとこう調べていきょった人は、ここのあれ なんでこんなところに、みたいな。真ん中じゃなくて、ここみたいな感じで、思いやな。なるほど、見落としとった。9356か。えっ、ー、と、どこやったっけ、パスワード。ここここ、9356。93、ほほ5の、6。おっしゃー鍵 なんであっ2025室って開いてなかったところかおっようやく入れるんじゃよっしゃーセーブーそこじゃないわセーブだよそうそうそっちそっち留守番電話サービスに接続します <laughs> メッセージをお預かりしました 行くぜアズニャンの元に待っとるよアズニャンええー、と、2025室の場所をちょっと確認しときましょう。ま、あ、今どこにおるんかいまいちよく分かってなくなって、ね、よく分からんようになっとるんやけどね。ええー、とね、そうじゃ、こっち行ってから上やな。そう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 ,そう。 こう言って、隣の部屋って言おったけん、ここの鍵やな。ガチャの工程やっぱないんやな。ガチャっていう、そういう演出ないんやな、この。はい、パンティータイム。ここでパンティータイムができるな。おめでとこう。こっちの扉は開かない。調べることもできないぐらい。さーって、おっと、なんかできた。なにこれ。君はあるこんな君悪いもんある。 <laughs> 気になるわ、これ。あんなあるやな、テレビ。一応電気つけますが、つかないと。問題のここはなんもない、今回。えー、っと。はい、なんか調べれるもんは。あ。おっと、新聞か。スクラップブック。閉園の話だな。ファンタジーランド。予想はしていたもの、経営が苦しい。 変な子供が現れたというクレームがさらに増えている。このホテルで何が起こっているんだクロマでは従業員も解雇せざるを得ない。気が狂いそうだ。なるほど。なるほど、お父さんあれんやねんな。従業員、あの、支配人として従業員を解雇しなくちゃいけないっていう、そういう苦しみ、葛藤に恐れよったんだよな。今回は、あ、何もなし。 これは、何もなしおっとなんかアイテム、何かしらあるだろうせっかくやけんさ。せっかくやけんさってなね。<laughs> なんか拾った壁が脆くなっている。硬いもと、ああハンマーやんさっきちょっとセーブさせて。一応さっきセーブさせて。えーっと、セーブセーブセーブ。一回セーブさせて。念のためね。ハンマーじゃ絶対。えー、っと、こっからアイテムで調べればいいんかな。 ねで、その、なんだ、物をなっているこれやな。多分これでいいんかな。おおナイススイングもう少しで通り抜けられそう。それで隣に行くんじゃ。隣のアズニャンのとこ行くんじゃ。アズニャンびっくりしそうだろうな、隣。どうしたアズニャン。大丈夫か真っ暗やな。<ー>なんだなんだ、アズニャンでアズニャンに何が起きてる俺のアズニャンをどうしてくれてるんだ向こう側。おお。

この角度いい、この角度いい、この角度いいわ。この,この角度よろしい、ととく、っとくっと,くっとく、とっとくそして、パイタッチパイタッチパイ,チパイチ抜くんだったらここだろ。じゃなえーっと、ボタン何のボタンこれててンはいマジかー 押してみようぜ。何のボタンか分からんけど。はい。一番,は一番遠く。あー、テレビ見るんかい。レね、<laughs> 冷静やなぁ。みお <laughs> ちゃん、冷静やなその、この喋り方はんかどっかで聞いたことあると思ったけど、もしかして、冴えないヒロインの育て方の加藤恵の声に似た気がするんやけど、これ。もしかして、声優さん一緒なんこれ。今頃。<laughs> 今思えば喋り方めっちゃ一緒やん <laughs> このなんか <laughs>、淡々とした喋り方っていうか、一緒やな、なんか。これはてみおちゃんなんかめぐみって呼んだろうかな <laughs>。今気づいたけど。さあ、これはあ,あ、抜けたよっしゃー。

あとどうすればいいボタン以外に何か調べれるもんはディスプレイ違う排水,排水口ゴミ詰まってんのかい <laughs> っのあ排水口ゴミ詰まってんのねこれ。なんかこれ 急いで <laughs> てるよっしゃよ,っよきかなか、ね、かよかったよかったおっとあずにゃん 割と3つ、割と3つな距離だったわあ、みおちゃん、変わってくれ <laughs> 俺はもうあずに抱きしめられたよ死んでたね大丈夫だよ、あずさちゃんもう大丈夫。私、本当に何もできなくて役立たずで。

確かにあんま見えないな。かわいい。じゃあ、どうしましょうかね <laughs>

操作するキャラクターがさ、アズニャになったら、パンティータイムもアズニャのバージョンまであるんかな楽しみにしとくねみんな。みんなも楽しみにしとって、アズニャのパンティータイムが見えるかもしれんよ。パンティー何色だろうな純白の白がいいな。あのバカな。そうそう、電話つながらなそうやな、なんか。<laughs> そそうううっていうかさっきからつながらんのやけどあのバカってかかりすらしない <laughs> 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 こんな変なタイミングで喧嘩になっちゃったさっきまでかかよったのに,また、ね、になんで都合のいい卒業主義なタイミングで それでお前の方が県外じゃなかったらさ、なんかマウント取れそうだな。わーいわーい、私のスマホの方が上の、上の世代、<laughs> 新しいやつ <laughs>、マウント取れそうやな。そうだよ。なぜかゲームシステム的に3階行けなかったよ。アヌニャンを置いて3階に行くっていう選択肢が取れなかったよ。 出た <laughs> この顔の澄ました顔ですよもう度胸が強いみおちゃんであるそれに対してこの隣の人は怯えてる可愛いけど怯えてるぜえ、えー、やめようよ危ないよおとなしく先に外で待っておこうよもうナナも外にいるかもしれないしそれにほら外から,なら電波も繋がるかもだし そう言って出ようとしたら大体入り口って開かないんですよ中中ににいいるる私たたちちががななのも、ね、ナナゃんがまだだととしたら同じ状況だと思うよ鋭い鋭いな冷静ですねやっぱ美桜ちゃんそれはそうだけど私絶対にあずさちゃんから離れないよそれに一通り見終わったらあずさちゃんの言う通り外に出るから 一緒に来てくれないかな。本当に。絶対だからね。あ,あ、可愛い,い。この涙顔。涙目ってめっちゃ可愛いと思いませんか、皆さん。うん、約束する。あ、切り替わう可能だった。やったー。やったー。やったー。みお。え、みおちゃんって、今、あずみゃんの方になりました。 皆さんやりました。アズンジャンパードです。パンティータイムがしたいパンティータイムがしたいパンティータイムがしたいどこあれパンティータイムの場所あるないな。ちょっと待って。隣の部屋行くわ。パンティータイムしに、隣の部屋行きたい。隣の部屋ってどここっちか。あれどっち <laughs> おい、どこ、どっから出てきたっけパンティータイムがしたい。パンティータイムがしたいねん。えー、っと、あ、こうじゃ。ここの壁。ここはって入ったもんな。パンティタイムの出るところ行きたい。 よっしゃパンティータイムじゃ。パンティータイムあれあれここじゃなかった <laughs> あれここじゃなかったっけパンティータイムここパンティータイムクロー